おはようございます。6月9日金曜日です。久しぶりに三経妙を読んでを取り上げたいと思います。今日の三経妙の表題は次のように決めました。ピカソから生き延びた女、フランソワーズ二郎さんです。フランソワ二郎さんについて書いてあります。フランソワ二郎って、二郎って名前、日本語で言ったら男みたいですけど女の方です。フランソワ二郎さんは生まれは1921年11月26日に生まれております。フランスの画家であり作家です。彼女はピカソと1944年から1953年までピカソの愛人であり、ピカソとの間に2人の子供を設けました。名前はクロードとパロマです。彼女はピカソと別れた後にアメリカのウイルス学の会議作者ジョナス・ソークと結婚しました。彼女はピカソの数ある愛人の中でも非常に頭が良く、社会的にも成功したことが特徴です。他の愛人はみんな自殺したり貧困になっておりますが、彼女はものすごく成功しております。二郎さんはピカソの愛人でありながら、ピカソの間に二児を設けた母であり、モデルであり、展示企画者でもあり、相談相手でもあり、芸術家でもあり、芸術批判家でもあり、ホステスだったことが知られています。彼女は惜しむらく2023年6月6日に101歳で、亡くなりました。彼女のこれまでの経歴を見ますと、1964年に Life is Picasso という回顧録を出版しました。この本は国際的にベストセラーになりましたが、ピカソはこれを激怒しました。ピカソは二郎さんと彼ら二人の子供たちとの接触を断ち切りました。二郎さんの率直でしばしば共感的な関係論は、映画の多くの素材を提供しました。映画にもなっております。彼女の作品もまたよく売れております。例えばニューヨークのメトロポリタン美術館や近代美術館、パリのポンピドーセンターなど12以上の美術館に作品が収められております。彼女の絵画は後年でもますます高い価格で取引されています。例えば2021年6月にはパラマ・ア・ラ・グライティというかな、1962年という青色系の娘の肖像画がオンラインオークションで130万ドルで売却されました。これはこれまでに記録した彼女の最高価格69万5千ドル。これは2014年オークションで座っている彼女の肖像画ですが、それを上回る価格です。また2021年11月には彼女の抽象的なリビングファーストというのが香港クリスティーズにおける彼女の作品
回公展の一部として130万ドルで売却されております。このように彼女の技術絵画のセンスは抜群です。惜しい人を亡くなりが亡くなりました。ご冥福をお祈り申し上げます。以上です。